ジャパニミスターをご覧の皆さん、こんにちは。この動画では私神保洋平がおすすめの本を紹介していく、その名もとどめの一冊ということで、早速今日紹介するのはこちら、磯崎健一郎さんのついの住処、ちょっと読みづらいですけど、ついの住処と読みます、これ小説です。で、この作家さんちょっと知らなくてですね、今までは。で、まあ、いわゆるジャケ買いというやつですか。表紙とか、そのなんかタイトルの感じがなんか良さそうだなと思って。いいっすよね。いいっすよね。で、まあ、偶然手に取って、パッと読んでみたら結構面白かったんで、まあ、こいつを今日は紹介していきたいと思います。はい、ということで、この小説ですね、ちょっと難しいんですよ、すごく。内容が。この、なんていうんですかね、人を寄せつける感じの表紙に反して結構難しくてですね、読みづらいとかいう難しさじゃなくてですね、奥深さというか、どうこの人のこの作品を受け取ったらいいのかみたいな、すごく考えさせられました。ストーリーとしてはですね、なんていうんですかね、結構良くない設定です。不幸というか、最低なやつらですね。夫婦のお話なんですよ。主人公の男 と、その妻、基本的にその2人の、話なんですけど、主人公の男はですね、浮気を繰り返したりですね、だらしない感じの性格で、妻は妻でですね、ある日から11年間口を聞かないという、なかなかギスギスしたすごく黒い部分 のある、夫婦っていう感じですね、設定は。で、その2人が、物語っていうか、もうただひたすら時間が経過していく様子を追いかけていくというような小説なんで、なのでこうストーリー性というよりはですね、これから何を読み取らなきゃいけないかみたいなということが、すごく難しくてですね、この人のすごく面白いところというか、うまいなと思うのが、日本語の扱い方が本当に、日本でもトップ3に入るぐらいうまいんじゃないかと思う。何本当にうまいです、っていうのは何がうまいかっていうと、なんて言ったらいいかな、表現とかをあえて難しくしちゃう人とかっているんですよ。作家さんですごくそういうおしゃれでいいんですけど、例えば何だろうな、赤いドアっていうのを書こうとした時に、夕日で朱色に染まったみたいな、染まった扉みたいな、確かにその難しい言葉使ったりとか、遠回しに表現したりすることによってこうおしゃれ感が出るんですけども、そういう無駄を一切省いてるっていうか、楽器の上手い人に似てますね。テクニックを、超絶的なテクニックをバーって披露するタイプももちろんすごく上手いんですが、もっと洗練されていくと、ただひたすら8ビートが上手いみたいな、青山純みたいな、ドラマーで言うと青山純みたいな、そういう日本語の使い方のうまさがありますね。スッと読めると思います。読むこと自体はすごく簡単で、読みやすいですね。ページ数も少なくて、文字数もすごく、1ページに書いてある文字数がそんなに多くないんですね。なので読むの自体はすごく簡単ですね。だけど難しいですね。ただその読むの簡単と思ってこうパーって読んでいくと、あ、終わったみたいな感じになりかねないんですよ。この本の、難しさというか、難しいところ、読み取らなきゃいけないっていうところなんですが、本当に起きた複雑な事実とかをこう淡々に表現していて、で逆にすごくどうでもいい、こんなの覚えといてどうすんだよみたいな表現をめちゃめちゃしつこく書いてるんですよ。で、それが本当に逆にその読者を遠ざける行為になりかねないんですが、それ自体が人生みたいなもんですよっていうふうに言ってるように僕は思いますね。この本自体はやっぱり読みづらくてですね、読みづらいっていうか、その難しくて、読者をかなり遠ざけがちだとは思うんですけど、この
本自体が最終的に言いたいのがそういったことが人生ですよみたいな、本自体が人生の縮図ですよって言ってるような感じですね。でもすごく分かりづらいですそれが、読んでて、ただただ読んでると本当に一瞬で読み終わっちゃって、星をアマゾンの星を1つけるみたいな感じのにされがちだと思うんですけども、そういう面白さがあってすごく僕は好きでしたね。いい小説だと思います。はい、ということで、ついの住処ですね。まあ、先ほども言った通りジャケ買いしたんですが、なかなか面白い作品に巡り合えて、まあ、他の本も何冊か書いてるみたいなんで、そっちもちょっと読んでみたいなと思います。磯崎健一郎さんの磯崎健一郎さんの、ついの住処でした。では、とどめの一冊この辺で、また来週。はい、とどめの一冊では現在、読者じゃないね、リスナーの皆様から読者って言っちゃった読者は俺読者は俺じゃないかはい、とどめの一冊では現在、動画の視聴者の方々から、この本を読んでほしいとか、この本を、まあ、世に広めてほしいみたいな、リクエストを募集中でございます。何かありましたら、ジャパニビスタのツイッター、もしくは、まあ、ダイレクトメッセージとか、この動画のコメント欄にね、どしどし応募ください。それではじゃあね、完璧。